アニサ。死ね。おかしいのはいつものことさ。あれは違うさ。考え事をしてただけさ。バカにするなよ。別に。まゆまゆの心配でもしてればいいじゃないさ。なんでさ。なんでさ。日に焼ける。皮膚がんになったら責任取りなさいよ。それで、何の用よ。あるわよ。熱湯をかぶったわけじゃないから、私なら笑って済ませられるわよ。言いたくない。まゆまゆだけかばってさ。かばってるじゃないさ。昨日もその前もずっとずっと。私には嫌味しか言わないくせにさ。黙ってるの？ふざけんじゃないわよ。あんだって私だけ、こんな一人で。一人でムカついて、バカみたいじゃないさ。
でさ。何さ、急に黙るなさ。何さ、なんでさ。あったのよ。アニさん、勝ってるわよ。謝る。ちゃんと謝る。バカにするなさ。
休憩時間終わるわよ。かっこ悪い。なんでそう、そういうこと言うなさ。アーニさん、卑怯だぞ。こら、なんでそう、自分で行け、ボンクラ。それ以上言ったら、うがー。ああ、しんどー。兄さん、いちゃう悪いか、ムカつくほどに忙しいから頼まれたのよ。タイムカードは通した後さ、あとは帰るだけ。隣を歩かせてやるって言ったのよ。何すんのよ、人間ヘタレ虫。何よ、何よ、明日休みだったよね。今暇なのね。ああ、ここにいましたか。いえいえ、二人も
ご苦労様でした。明日のことなのですが、実は別の店舗に従業員をヘルプで回すことになってしまいまして。できることならと思いまして。ダメでしたら他を当たりますから。助かります。それではお願いします。なんでもないわよ。だから、何でもないって言ってるだろうが、このナルシスマゾ。ヘトヘトのくせに、明日もバイトするからに決まってるじゃない。マジでわからないの。アホやね。兄よ、文句あるの？だったら兄さん、何度もひまひま言うなや。条件があるなら早く言いなさいよ。ヘタレの分際で私を待たせていいと思ってるわけ？なんですと？なんでさ、帰るさ。お前もな。
アンデスト。合ってる。指図するなよ。言われなくてもそれくらい自分でするつもりだったさ。もっと謝れ。下僕の分際で気を使ってごめんなさいと。アンデスト、猫のうんこ踏め。こんなところで何してるわけ？病院には行ったの？そうなんだ。これでも仕事してるんだけど。まで一緒にいたのバイトの子でしょ？どっか行くように見えるわけ？